どうも、九州の今です。おしゃしゃ、インド。やめつき中毒性ねえな、これというわけでですね、今回今ずら見る都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでおります。うわどうも、いやミスター関、かぐいひろきじゃねえか。触れんなよ。今回の都市伝説は、予言されたことが多く現実化している今の世の中、ついに世界中の機関が揃って述べた6ヶ月以内の深刻な食糧危機がいよいよ来るというのね。というわけでですね、今回その迫り来る熱波について触れていきたいと思います。今年の4月にロックフェラー財団のラブシャー会長が近く大規模で差し迫った食糧危機が6ヶ月以内にやってくると述べたのよ。他にも世界銀行の総裁が世界は食糧危機による人的災害に直面しているとイギリス BBC に語り、国際通貨基金あるいは世界経済フォーラムの代表までも同じことを述べていたのよ。我慢しろ。違うなほんまに。そう、いわゆるシンクロニッシーのように世界中の大きい機関が同じことを同時多発的に言い始めているのよ。そして記憶に新しいけども、実はリーマンショックも予告されていたのね。ことが起きる前年の2007年4月のロイター通信には、 IMF はサブプライムの問題が広がる可能性があると警告する内容が冒頭に書かれていた。それもかなり具体的だったのよ。いい？いやこれ絶対にいい。 B だな。テレビ消せよ。また同じ年の2007年には国際決済銀行 BIS が信用市場の崩壊によって引き起こされる大恐慌が差し迫っていると発表したことが報じられたのよ。そして今なお増え続けている中国の武漢で発生する2ヶ月前には、世界経済フォーラムなどが共同でシュミュレーションなるものをイベントで一般に公開していたのよ。さらにこのシュミュレーションでの結果は世界的な金融危機を引き起こし、株式市場は 20% から 40% 下落、世界の国内総生産は 11% 急落するという可能性を示したのね。そして現に中国は報道によると1億6500万人がロックダウン下にあるとされており、解除される気配がないのよ。俺はベルトダウン。泥酔じゃねえか。それに加え現在はロシアの侵攻による混乱、中国のロックダウンによる供給網の混乱などが重なっているのよ。そしてこれが食糧危機の起因となると推測されてるのね。そして世界中の穀物の在庫が危機的な状況になっている上に、アメリカの食糧関係施設が次々と不可解な火災に見舞われ、作物を育てる肥料の運搬が強制的に止まってるのよ。でもね、心配しなくていいから。本当ですか？ちゃんと、ね、食料、ね、あるから。スマルバル主人ちゃんさくれねえんだよ。そしてアメリカでの食糧危機は意図的とされてるけども、真相は謎なのね。そもそも4年前のヨーロッパではすでに食糧危機、また農業危機にさらされており、熱波と山火事の連続で大地の砂漠化が進んでいる状況なのよ。また豊かな農業が再開されるにはかなりの時間が必要と見られてるのね。実は世界中で大雨などによる洪水が多発する中で、逆に干ばつも同じように各地で、しかも前例のないほどのものが出現し続けているのよ。特に農業大国オーストラリアでは記録的な干ばつに見舞われてるのね。上空から撮影した写真は火星のような土地だけども、これは元は立派な牧草地だったのよ。耐えている？誰も聞いてねえ。そしてこのように不安定な気候が続くからには、最も貴重な資源の水も次第に厳しい状況が続くと予測されるのよ。すでに2016年のイギリスのガーディアン報道では、世界銀行が水不足による原因で特にアフリカとアジアの GDP が著しく下がると警鐘を鳴らしてるのよ。え、何これ水1万円で売ってくださいみたいな、そういう話？霊感商法か。そして日本では水道の整理が整っているためまだ安心はできるけども、お隣の中国は汚染により8割の地下水が飲料として使えないのよ。これが単なる物価高、ごくわずかなもので収まればいいのね。しかし当たり前のように身近に使っているものが当たり前なくなってきている時代はそこまでやってきているのよ。そしてこれもまだ序章にしか過ぎないということなの。サビまだ。サビ食ってんの。